皆さんこんにちは、松優です。お久しぶりでした、ものすごく久しぶり、もう2ヶ月ぶりぐらいに、YouTube の更新をしています。しかも YouTube なのに、おい動画じゃないんかいっていう、まさかの音声配信となっております。なんで音声配信になってしまったかっていうとなんですけれど、ちょうど1週間ほど前からポッドキャストを始めました。で、うちがですね、結構大きなワンルームになってるので、なかなかこう家族がいたりとかしたりすると動画が撮影できないみたいなこうジレンマがちょっとありまして、で撮ってもそのタイミングでなかなかうまく編集ができないとか、まあなんか YouTube 始めた人のダメダメな人のあるあるみたいな感じなんですけれど、実は音声の方はこれがね、1週間なんですけど、生配信がもう1日1回やってて、プラス1個、10分から15分ぐらいのポッドキャストを上げてるんですが、これまたすごく楽しく、更新が続いている状態です。で、あのもちろん動画がついてた方が YouTube はいいに越したことがないですし、そっちが見たいだろうなっていうのも重々承知なんですけど、せっかく作ったコンテンツなので、ちょっと、いいものができたら YouTube の方にもアップしていこうかななんて思っていて、それでまずは1本目、こういう風な事情で音声配信を始めますっていう説明の、動画じゃないな、音声動画をアップすることにしました。もともと YouTube の方は、なんかこうみんななんとかチャンネルとか、こう番組名、YouTube のチャンネル名か、そういうのがあるかと思うんですけど、私のチャンネルって特に番組名がなくて、なんか松優 Vlog ってつけてたんですけど、 Vlog もそんなに、結局ね、ほら今コロナウイルスの問題で不要不急のことでお出かけするのはやめてくださいって言われていて、私の仕事だとリモートワークが全然できてしまうので、お家から出る必要性がないんですよ。なのでお家でできることってなると、お仕事やって音声配信ってものすごく手軽でいいなと思っていて、でしかも Vlog ってなっちゃうと、お散歩とか旅行とかそういうのが多いのかなって思うので、結局タイトルを松優 Vlog から松優っていうチャンネル名がただの名前に変更されました。で、直接チャンネルに来ていただかないときっと皆さん気づかないとは思うんですけれども、前までちょっとちゃんとチャンネルのデザインとかを昔のデザインのままにして放置してたりとかしたんですが、今のサイズに合わせて、ちゃんとデザインを変更して、結構シンプルな感じに変えてたりとか、アイコン変えたりとか、タイトル変えたりとか、ちょこちょことこっそりいろいろなところをバージョンアップデートしていたりしていたところでした。気づいた方いらっしゃいますか？で、実際ポッドキャストなんですけれど、アンカーっていう、サイト、アプリを使って、配信してます。で、アンカーは、MATSUYOU 松ゆっていうアカウントで探していただければ出てきます。あとひらがなで松ゆで検索でも出てきますね。で、あとはスタンド FM っていうアプリがあるんですけど、それは音声のライブ配信ができるので、それで1日1回音声のライブ配信をしてます。で、 YouTube も1000人超えたら YouTube ライブができるっていう話を聞いたので、実は本当は YouTube ライブがやりたいなって思っていて、でもなかなかね、こう
私全然更新しないし、すごい YouTuber の方みたいな企画とかこうキラーコンテンツ的なのがないので、本当借り上げがなんかねちょろっとヒットして皆さんが見てくださって、で実際今ちょっと髪の毛伸びてきちゃってて、全然刈り上げでもないので大変申し訳ないんですが、またいつか刈り上げにもしたいなと思いつつちょっとまあ伸ばしております。でポッドキャストの話に戻るんですけど、そのアンカーっていうのを使ってるので、まずアップルポッドキャスト、あとは、Google ポッドキャスト、Spotify で聞くことができます。あとスタンド FM の方でも聞くことができます。で生配信の方は今はスタンド FM のみで聞ける感じになってます。コメントもそのアプリを入れないとコメントできなくなってるんですけれども、YouTube の方がもしできるようになったらそっちにちょっと変更していこうかなって思っています。でポッドキャストの名前なんですけど、最初はもうなんか何でもいいやと思って松井のゆるゆるラジオダイアリーかっこ仮っていうのから始まって、でそれからいろいろライブ配信してるうちに、リスナーの方とかと、話をしてて、これがいいんじゃないかって提案していただきまして、松井のゆるナイトニッポンに決定しました。もうオールナイトニッポンから、オマージュインスパイアされているのは間違いないんですけれども、なんだか聞いてくださっている人たちが今は結構テンション高めに声出してるんですけど、ポッドキャストの方は実は寝る前にベッドの中でイヤホンを聞きながら、イヤホンを耳に入れながらこう聞いて、なんか眠くなるような感じの番組を作りたいなって言って意識してるんですね。なのでゆるーという気持ちになって、この最近ちょっとやっぱりみんなね不安になっちゃったりとかするじゃないですか、こうコロナの問題とかいろいろなことでお家にずっといなきゃいけない、そういうこともあったりするので、こうゆるナイト、ゆるゆるとしたリラックスした夜を過ごして、そして良き睡眠に導ければなっていうところから来ているゆるナイトニッポンというお名前です。これは本当にあの読者の方が、松湯といえばゆるい、ゆるゆるとかみたいなこうワードがついて回るんですけど、今まで出した書籍でも松井のゆるゆるツイッター入門っていう本があったりとか、結構私の名前を語るときに枕言葉としてプロフィールに使ってくれる、お今ちょっと LINE が鳴ってしまいましたが、枕言葉に使ってくれる方とかがいらっしゃったりするので、そのあたりからゆるナイトニッポンがという名前に決まりました。それでもやっぱり昔に比べたら家にいる時間が増えたので、こういろいろチャレンジする時間も増えたと言ったら増えたんですよ。だけどやっぱり一緒に家族が家にいることが多いので、家族の前でリングライトでをつけてこう何かを撮影するのって結構恥ずかしいところがあって、時間はあるけど動画は撮れない、でも音声だったら結構いけるみたいな感じで、こういう感じになってきております。でもたまにこう録画したりとかもしてますし、実は1本か2本分ぐらいはもう用意してあるので、そちらの方も、編集し次第アップしていけたらなと思っております。なので音声ばっかりにならないようにしたいのと、あと音声にするけど喋ってるところを一緒にこう映像として残してそれを見せながらっていうのもやってもいいのかなって思っているので、その辺とかもちょっと考えつつ、ポッドキャストの方も YouTube にアップしていきたいなと思います。
ポッドキャストをお聞きの方は多分バックグラウンド再生ができるのでポッドキャストで聞いた方が全然良いかと思うんですけれども、ポッドキャストって何、全然わからないという方で、聞いてやってもいいよという方がいらっしゃいましたら YouTube の方で音声を聞いていただけると嬉しいです。眠る前に聞くと眠くなると今聞いてくださっているリスナーさんからは、言われておりますので、最近眠れないんだけどという方はぜひお試しいただけると幸いです。ということで、久しぶりの配信、久しぶりの YouTube ね、なんだよ動画じゃないのかよ、 YouTube の意味あんのってなっちゃってますが、今回はポッドキャストを始めたよっていうことで、音声で配信させていただきました。皆さんよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。1000人を超えたらライブ配信ができるとのことで、ぜひそれをやりたいなって思っております。どうか皆さんご協力いただけたら幸いです。ということで皆さんまたお会いしましょう、音声か動画かで。 See you soon、 また今度。松湯でした。